今日これまでに入った広島のニュースです。大崎上島町の県道で落石があり通行止めが続いています。落石があったのは大崎上島町木之江の県道です。午前8時ごろ、のり面が高さ10メートル、幅4メートルにわたって崩落。道路上に1メートルの大きさの石が落下しました。怪我人はいませんでした。県道は通行止めとなっており、今のところ解除の見通しは立っていません。